皆さんこんにちは、山形です。今回は筆と色鉛筆の白を使って人物を描いていこうと思います。で、今回誰を描くかと言いますと、オードリー・ヘップバーンを描いてみようと思います。まず最初に鉛筆を使って下書きを描いていきます。で、今回使用した鉛筆はステッドラー社の 4B を使って描きました。下書きが終わりましたのでペン入れに入ります。使用するのはこちらのペンテルの筆ペンになります。これいいんすよね。めちゃめちゃ書きやすいっすね。普段皆さんこの筆ペンあんま使用しないと思うんですけど、私がよく覚えてるのは、小学校とかの時に先生がこれの朱色を使って丸とかピンとかしてる光景が浮かぶんすよね。先生できましたっつって先生の前に問題用紙を持っていくとピンとされるんですよね。なんすかね、ピンっていうあの音の短さ、逆に丸をもらえた時はいい音出すんすよ。これがまたシャーっていうあの音、ちょっとさりげなく拳握りますもんね。よっしゃーみたいな感じで、皆さんの中にもわかるわかるって共感を持ってくれた方がいるんではないでしょうか。よく考えてみたら、私がこのペンテルの筆ペンと出会ったのは、その小学校の先生が使っていた朱色のペンテルを見た時だったんでしょうね。今では私も負けないくらいペンテルを愛用させてもらってますよ。で、絵の方は今ちょうど髪の毛を描いてるところですね。で、最初の方はインクをそんなに先端に集めずにちょっとかすれた感じで描きました。で、このペンテルの筆ペンなんですけど、ギューって押さえると先端の方にインクが集まってくるんですよね。それによってベタ塗りを塗ったり細いディティールなどを描くときには毛先にインクを含んだ時の方がやりやすいです。細くいけるんでね。逆にかすらせた感じを作る時とか、今やってる手でぼかす感じの表現をする時にはあまり先端に含めずにかすれた感じの時の方がやりやすいです。で、ある程度描いていくと、その先端に溜まってるインクがどんどんなくなっていくんですよね。で、なくなった頃にそのかすらせたい表現をするっていう感じで使い分けて私は書いてますね。まあでもこれはあくまで私的な書き方なんで、参考になるかはあれなんですけど、まあプロセスとして筆ペンを使って書く、こんな書き方もあるんだよってな感じで紹介させてもらっております。もちろん鉛筆で書き込んだ後にアクリル絵の具などで書く、まあ正統派な書き方もやるんですけど、今後そちらの方もご紹介させていただこうと思っております。ではなぜ私がこの筆ペンにすごくこだわるかっていうところなんですけど、もともと和柄とかを書いてまして、まあ、そういう表現ってアウトラインとかで強弱をつける表現がやっぱ多いんですよね。昔はそういうペンとかがなかった時代なんで、アウトラインにも強弱がついていて、ペンがなかったんで逆にその均一な線を出すのが難しかったのかもしれないんですけど、その強弱を出すのにこの筆ペンはすごく使い勝手が良くて、いつの日か愛用するようになりました。販売させていただいている作品の中で筆ペンを使っている作品はほとんどないんですけど、まあ、スケッチやイラストレーションをする上ではかなり役に立っております。で、ある程度黒が出来上がってきましたので、こちらのジャーマニーファーバーカステル社の色鉛筆のホワイトを使ってハイライトを描いていきます。こちらの色鉛筆を使って筆ペンで描いた場所の上を描いてみるといい感じにグレーで混ざってくれるんですよね。で、このグレーをいい感じに引っ張りながら陰影をつけて描いていきます。どうすか？ちょっと立体的に
なってきますよね。これでも指でぼかして描いていた影の部分の上からこの色鉛筆で塗ってあげるだけでも混ざり合っていい感じにフラットになっていくんですよね。このたった2本のペンだけでも立体のある作品は作れるんで、スケッチなどに行くときは、まあ物がかさばらないんでめちゃくちゃ便利ですね。今描いているここの唇の部分すごく難しいんですよね。私が思うに目よりも口の方が難しい気がしますね。多分人と会話するときって口元をやっぱ見るじゃないですか。口元って結構印象に残りやすいんですよね。なので多分海外のラッパーの人たちとかも金歯を入れたりとかそういう歯にこだわったりするんじゃないですかね。新庄とかも。でこの唇の厚みもすごく重要っすね。今写真を見て描いてるんですけど、最初にパッと口元を見た時に上唇がちょっと薄めだったんで、下唇と比較してですね、最終的になんですけどこの唇が今回の課題でしたね。オードリーは目元も特徴的なんですけど唇もすごく特徴があって、ここを最終的に綺麗に描いてこだわろうっていうポイントに決めました。で色ムラなどはこのジャーマニーを使って綺麗に整えます。ファーバーカステルでした、すいません。もうジャーマニーの方が根付いてきましたもんね、いいやしいし。で余分な部分をカッターで切って、今は色ムラを消しているところですね。あー綺麗になってきた。だいぶ雰囲気変わるっすね。やっぱ音もジャジーでまたいい。ジャーマニーも活躍してますね。本当これ使いやすいですね、このジャーマニーは。このもともとつけてあった影と馴染むんすよね。黒くなりすぎてたところの上にこのジャーマニーを使ってつけていくと、こんな感じで中間色がいい感じに発色してくれて、かなりこれはいいですね。で髪の毛の細かい光などもちょんちょんちょんと。で同じことを何度も何度も繰り返して徐々に完成まで近づかせるんですよね。なんすかね、例えるならサッカーでパスを回しながら先にパスをつないで後ろにパスをつないで、それを何度も繰り返しながらゴールの方に向かっていって、最後にメッシに渡してメッシが決めるみたいな。わかりやすかったっすね。なのでいきなり一人でゴールの方まで走ってそのままシュートすることは不可能だって言いたかったってことっすね。最初からそれを言ってって感じですね。それとなぜ私がこの変わった描き方をしているのかと言いますと、まあ、ライブペイントとかをたまにライブハウスとかでしていて、まあ、この白黒を使う表現ではこの描き方がすごく合うなって、時間短縮にもつながるんで、さすがにその時は筆ペンではないんですけどアクリル絵の具の白と黒を使ってこんな感じで描いておりました。今回は下書きから時間を数えてだいたい1時間弱ぐらいで完成まで行きました。今は最終調整をしているところです。お疲れ様でした。まあこんな感じで仕上がりました。ちょん。今回はこちらのペンテル筆ペンとジャーマニーを使って仕上げました。まあこんな書き方もあるっちゃーって思ってもらえると嬉しいです。長い時間お付き合いありがとうございました。次回も山系アートお楽しみに。